ホゲージ、ホゲージ、h o ゲ,ゲージ、HO ゲージとは、鉄道模型の縮尺と機関を示す。故障の一つ。国際的には、縮尺1、87、3.5mm スケール、機関 16.5mm の鉄道模型の規格を指す。日本では、ホゲージ、h o ゲージ、HO ゲージとも、アメリカでは、ホ、HO、ホスケール、 欧州大陸では H0、H0 と呼ばれることが多い。ホトはハーフオーゲージの略である。細かい規格、規定は、各々の愛好者団体、業界団体によって差異がある。近年、日本では N ゲージの製品及び愛好者の数が多く主流で、あるが、欧米では、ホゲージの製品及び愛好者の数が最も多い。日本においては、縮尺 87、期間 16.5mm の正式なホゲージは、新幹線車両が多く、他に一部メーカーが、期間 1435mm、標準機の私鉄車両を製品化している程度である。期間 16.5mm の鉄道模型では、多くの日本型車両は、縮尺1、80、期間 16.5mm の16番ゲージ規格で、製作されていて、 16番ゲージを補形ジと呼ぶこともある。むしろ日本では狂気の 1067mm 期間を正確に模型化できる本3から1、2や、京弁鉄道の模型化にちょうど良い本2から1、2といった補形ジの縮尺1、87を利用したナローゲージ規格の方が製品数が差は。1921年にイギリスにおいて、 それまで主流であった縮尺1、43.5、7mm スケール、期間1から1、4インチの大ゲージの半分の大きさとして登場した縮尺1、87、3.5mm スケール、期間5、8インチの大ゲージは、当時の加工技術では小さすぎて、満足に模型化することが困難であったため、製品の期間や縮尺はメーカーによってばらつきがあった。 期間は、オーゲージ登場当初は、ヤードポンド法で後、8インチ、16ミリメートルであったが、後に16.5ミリメートルとなった。実物の鉄道において小ぶりな車体が主流であった、イギリスを中心に、技術的な都合から、当初の縮尺位置、87、3.5ミリメートルスケール、を縮尺位置、76、 4mm スケールとした製品が展開されるようになったが、その他の国では、縮尺1-87製品が作られ続けた。名称についても1935年頃から縮尺1-87を採用する国では、ホゲージという名称も使われるようになった。1937年には、バセットロークにより、オーゲージへの故障統一が呼びかけられたが、アメリカでは、 大ゲージが縮尺1、76、基間 19mm の規格で製品化されていたこともあり、結局縮尺1、76、基間 16.5mm の規格を大ゲージ、縮尺1、87、基間 16.5mm 規格を保ゲージと呼び分けることが定着した。その後イギリスでは大ゲージがアメリカやヨーロッパ大陸では保ゲージが普及した。 日本では、期間 16.5mm で、日本型車両の縮尺を1、80とした16番ゲージが提唱され、戦後普及した。そのため、縮尺1、87、期間 16.5mm の方規格の、日本型車両の鉄道模型は、東海道新幹線を模型化したのが最初となった。一方、N ゲージの登場後、期間 9mm のナローゲージ、 9mm ナローが普及したが、縮尺一1-87のホナロー、本2から1-2が主流となった。ホナローに対応して九百八十年代初頭からは、縮尺一八十七で、日本の鉄道で主流のミリメートルゲージを正確に模型化した、本三から八十七基1十二ミリメートルも製品化され、縮尺一 87、期間 16.5mm でも、標準機の私鉄車両など新幹線以外の車両も、製品化されるようになっている。当初は、全イ駆動や手押しであり、電気モーターを使うようになってからは、交流直巻モーターを用い三線式の線路を使った。後に直流モーターが開発されると、直流三線式が登場し、現在は、直流二線式が主流となっている。 交流三線式はメルクリンが専業として残っているのみである。三線式では電源を片側のレールと中央レールまたは架線または反対側のレールと中央レールまたは架線のように分けることで多重制御が可能であった。デジタルコマンドコントロールの登場で二線式でも多重制御が容易にできるようになった。日本以外においては車両から線路、 電源装置、ストラクチャー、アクセサリー、シーナリー用品まで一手に生産する大手メーカーがある一方、車両やストラクチャー等、単一分野のみ生産する、中小メーカーや個人が生産する、ガレージキットメーカーなど数多くのメーカーが存在する。大手メーカーからは、初心者や入門者向けとして、車両、線路、電源装置等をまとめて入れたスタートセット。 入門セットが発売されており、初心者でも簡単に保ゲージを始められるようになっている。これら海外メーカーの製品は、百貨店、量販店、模型店、玩具店、鉄道模型専門店や通信販売で日本でも購入することができる。日本型車両については、新幹線車両は16番ゲージの扱いのある、百貨店、量販店、模型店、 玩具店、鉄道模型専門店や通信販売で購入できるが、それ以外の製品は鉄道模型専門店中心の販売となっている。線路、ストラクチャーアクセサリーについては16番ゲージ用、縮尺1、80が多いや多ゲージ用、縮尺1、76も使用できる。メルクリンなど欧州のホゲージの多くは、 最小通過曲線半径を 360mm として設計されており、小スペースで走行させることができる。また、車両の長さを短縮、小 T 化させた、ショートスケール車両が、ゲージ登場時から発売されている。短縮化することで、外輪差、内輪差を抑えることができ、編成も長くすることができるため、かつては、アメリカや欧州では、一般的であった。現在では、 縮尺通りのフルスケール車両が主流となっている。近年発売され始めた細密成形のフルスケール車両では最小半径3 6 0ト、mm、ルを通過できない場合もある。日本においてはフリーランス車両バンダイやリマから発売された OK 新幹線以外はほぼ縮尺通りとなっている。日本国内は50音順。詳しくは 日本の鉄道模型メーカーの一覧を参照。日本国外はアルファベット順。詳しくは日本国外の鉄道模型メーカーの一覧を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。